今ポン菓子できました。ポン菓子ですね。匂いが伝わらないですけど、すごくいい匂いがします。600円だそうです。あ、では、あ、で、今日の撮影とりあえず終わりました。撮影が終わったので、あとは何ですかね、ちょっとせっかくお店出てるので見て回りましょうか。にぎわってますね。このサバ寿司なんですけど、サバ寿司とかね、あとあんまり見かけないのは、これは見かけますね。佃煮、そう、佃煮とかね、この辺のですね、佃煮とかね、あとこれは、まあ、おなじみのたこ焼きですね。結構ね、あまりよそでは見かけない、あれが、屋台が出てますね。くす漬け、くす漬けです。おっと、ちょっと絵が、字が出がすぎる。くす漬けですね。ね、ここのね、黒いところがね、これがね、鮮魚なんですよ。岐阜で鮮魚。これ珍しい。すごくたくさんあります。その場でさばいてもらっちゃったりして。あれですね。鮭とかいっぱいあります。で、こんな感じでやってますね。これ毎月21日がこんな感じになるそうです。ちょっと足場が悪くてなんともなんですが、あ、うどんまで出てますね。うどん、こちらお好み焼き、そして向こうは、ベビーカステラ、高野巻きってのもありますね。あとちょっとお寺見ましょうか、せっかくですからね。あ、なんかありますね。お寺回りましょう。あ、お寺ちょっと見ましょうか。行きましょう、お寺。お寺来ました、まあ、実はさっきも撮ったんですけどね。はい、お寺来ました。お寺ドーン。ですね、今日はお星祭りっていう名前はかっこいいですよね。お星祭りいいと思います。で、こんな感じでちょっと暗くて見えないかな。やってますよ、お寺の。めちゃくちゃ鳴ってますね。こっちにもあります。もういくつお参りしたらいいんでしょう。えらいことですね。ここを回ればとりあえず何かかんか御利益ある感じになってますね。